こんにちは、セナスケです。今回は別撮りの音声でお送りしております。よろしくお願いします。今日ねめっちゃ風強いのってなわけなんです。ということで、さて今回はね、今日発売の HG ガンダムエアリアルを買いに行きたいと思います。買いに行きたいんだけど、私ね実はね今日寝坊しちゃいました。予定よりちょっとだけ遅れてます。遅れてるのになぜか河原を歩いている謎です。ということでね、今お店に向かっています。多分ね今から行って到着したらどれぐらいかな、ちょっとさ開店時間過ぎちゃうからさ、どないしようかな。売り切れてるよね。無理だよね手に入れるの。そそくさと行きましょう。絶対なんだ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 、暑い、めっちゃ暑い。あのね最近さ涼しかったんですよ毎日。多分涼しかったよね。まあお住まいの地域でね皆さん違うと思いますけども、最近涼しかったんで今日はね長袖着てます。だからめっちゃ暑い、超暑い、汗が止まらんです。久々だこんなに暑いので。ねちょっと今ね急ぎ目で歩いてるんで余計に汗がやばいです。さてガンダムエアリアル出会えるのでしょうか。もうちょっとで着きますよ。あのね今日さガンダムエアリアルの発売ということで、発売日からテレビでね水星の魔女の放送がスタートします。今日ね第1話が放送されるんです。でこの動画が、公開されてる頃にはもう放送終わっちゃってるかな。だからこの動画を皆さんが見てくださってる頃にはもう水星の魔女見たよって方が多いんじゃないかなと思います。皆さんどうでしたか、面白かったですか。もう聞いとく、一応もう聞いとくね。はい、それではね、もうすぐお店に到着するのでちょっと行ってきます。見てきます。またね結果どうだったか皆さんお伝えしますんで期待しててください。もう変えたんだって、セラスケさんやっぱり運持ってるねっていう感じで、そういう結末を期待しております。自分でそれでは行ってきます。皆さん聞いてください。いやしゃあないよ、自業自得だよ。でもね本当のこと言うとね売ってなかったよね。ね。いや、当然じゃ当然なのよ。寝坊したし、なんだったら若干のんびりしちゃったし。ということでね、他のお店見に行きたいと思います。もうね、お店入って、ガンプラコーナー見たら、棚がさ、どれぐらいかな ?3 段から4段ぐらいかけて、すっかすかなってたの。これとんでもない量入ったんだなと思った。だけどもう売り切れてた、すごい人気すぎるっていうことです。いやーで皆さんちょっと聞いて、私がね今日ねちょっと余裕かましてたのには理由があるんです。ちゃんと理由があるの。ツイッターでね今日出るねエアリアルさんのことまあねもうこまめにもうずっと調べてたのよ。ツイートいろんな方の見させていただいたりとかしてたの。するとね分かってきたことがあって、それがめちゃくちゃ入荷があるっていう、大量入荷されてるっていうことをねもういろんなところで見かけたの。もう場所によってはね100単位とかさそのレベルなの、140、150とか。だからいけるかなって思っちゃったよね。買えるんじゃないかなっていう風に。甘かったね、ちょっと甘かったね私。行きましょうか。はい、ということでお家に帰ってきました。1個目のお店で、まあ、私がね寝坊したっていうのもあるんだけども見事に買えませんでしたね。うん、そしてその後他のお店に行って、私が HG ガンダムエアリアル買えたかどうかと言いますと、その
ちょっと今日は省略します。これダダー、買いました、見事に買えました。あのね、2軒目のお店に行ったらね、売り場にたくさん並んでました。やっぱりね、大量に入荷があるっていう噂は本当だったようで、わーおーってなりましたね。はい、ということでね、今からこのエアリアルさんを、組み立てて、でちゃんとね、やすったりとかして処理して、で塗装していきたいと思います。めっちゃかっこよく作るわよ。で、私は今回このエアリアルさん、色をねガラッと変えたいなと思っています。はい、どんな色がいいかな、ちょっと今の段階では実は色がはっきりと決まっておりません。組み立てながらこんな感じの造形なんだっていう造形をね、細かくねチェックして、でそこからね構想をしっかり作り上げていこうかなと思っています。それではね、組み立てやっていきましょう。ということで、エアリアルさん組み立てていくよ。まずはね、箱オープンしましょう。こんな感じ。まあパーツは多すぎることもなく少なすぎるもなく、まあ思ってる HG って感じかなと思いますね。今こうやってね開けてパッと見た感じは、でも色が綺麗で、ちょっとね全体的に淡い感じがしますよね。とってもね綺麗だなと思いますね。さすがね、あの水星の魔女主人公がね女の子ってだけあって、色味がね柔らかい感じがしますね。あー、でもこうやって完成品見ると結構細かいね。でもなんかパーツがね、分割がバーって細かくされてるっていうよりは、もう一つ一つのパーツがもうしっかりと細かく造形されている、そんな印象。あ、このパーツすごいですよね。見てください。もうこれなんていうんですか、プリントされてるんですかね。めっちゃ綺麗で面白いですよね。あ、ここでちょっと宣伝させていただきます。今から使っていくニッパーはセナスケとオーロックスさんのコラボニッパー、極薄刃ニッパー使っていきます。とってもねおすすめのニッパーですよ。はい、それではねパーツを切り出していきましょう。まずはね頭から作っていきますよ。ねえ、こうやってね小さなパーツをパチ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 と組み上げて、どんどんねこのモビルスーツが出来上がっていく。もうこれはとっても楽しくてたまらないということで、組み立て楽しんでおります。綺麗だね、モノアイのあの緑がとっても綺麗ね。でもやっぱり色味がね淡いですね。いや、いいね。ちょっと顔の感じが私ねちょっと可愛いなって思いました。顔のデザインですね。でここねちょっとチョボをねバキッとね切っちゃいましょう。アンテナのねところ切って、そしてね800番のヤスリでねヤスってシャープな感じにねしていきたいと思います。アンテナを綺麗に整えました。これでお顔が完成しました。シュッとしてはるわ、いいデザインやわ。それではね次は胴体作っていってますよ。胴体、胴体、やっぱりね胴体の作り気になります。私はねえ、なんかあの柄のね、もともと柄の入ったあのパーツ胴体に使うみたいなので、それもね見てみたいよね。これこれですよ、柄入りのパーツ。これをねあのしっかりとはめ込んでいって、あー絶対かっこいいよね、間違いなくかっこいいよね。早くはめ込みたいというそういう気持ちです。はい、バチッとバチッときました。これ決まったんじゃないでしょうか。いい感じになったんじゃないでしょうか。見てください、これいいね、かっこいいね。ということでここからはねちょっと早送りで、もうスパパパパパパッとパパパッと組み上げていきましょう。はい、全体がね組み終わりましたね。あの武器はまだですけどね、これで本体は組み上がったということになりますよ。パーツちゃんと合わせてあげると、めっちゃ作り細かいんだけど、すごいんだけど、綺麗だね。でもね上品で清潔感があって、そしてかっこいい、バキバキしててね、いいわこれ。ウエストとかめっちゃシュッとしてはるし、すごいスタイルいい。もう完成品もクオリティ高い、もうすごい感動しちゃうわ。ちょっと皆さん見てください、こんな感じです。撮影ブースに置いてみました。めっちゃ凛々しいしかっこいいんだけど、スタイル良くない？足長いしね、いいなぁ。これをね私は今からガラッとね色味をね変えていきたいなと思っております。あー、どんな色味にしようかなってもうずーっと考えながら組んでましたよ私は。あー、でもねかっこいいね。パチ組でもこのかっこよさだからね、素晴らしい、すごい。はい、それではねノートにねちょっと簡単にエアリアルさんをね書いてみて、色味をねもう具体的にもうこここれ入れようみたいな
書いていきたいと思います。しっかりメモしていきたいと思います。もうこうしないと本当にね、どこにどの色を置く予定だったっけってわかんなくなっちゃうんですよね。この後ね、このモデルもう全部バラバラにバラしちゃうんで、もうバラしたらさ、わかんなくなるのよ、本当に。どれがどの色にする予定だったっけって、もう間違えることとかあるからね。このパーツ赤色にする予定じゃなかったのに間違えたわっていうこと割とあるよ。はい、それではねバラしていきましょう。バラす作業、せっかく組み上げたのにまたバラすなんてなんだかもったいない感じがしちゃうわっていう、そんな感じはい、今からねバラして、ただバラすのではなくて、しっかりとね色ごとに組み分けみたいなことをねしていきたいと思います。はい、今ね分けてる色はブルーにしたい色のところですね。ブルーチームに分けていっております。こんな感じでね、ブルーだったり黒だったり金色だったり赤色っていう風にねどんどん組み分けしていきますね。はい、これねもう撮るときね折らないようにめっちゃ気をつけなきゃいけないんですよ。割とね折ります、私これ解体するときなんかもうね取り返しつかないぐらい折っちゃったこともありますね。もうショックだった、とってもショッキングだった。でもなんとかなる、なんとかなります、修正効きます。はい、ということで組み分けがねこんな感じでできましたね。それではねちょっと気になるポイントやすっていきたいと思います。ゴシゴシとサカサカとやすってますよ今。綺麗に整えていきます。こうしないとねやっぱ塗装した後もねなんかキャバだったりするんですよね、切った後が。そういうの少しでもねなくしたいので、はい、でここからはね合わせ目消ししていきたいなと思います。このパーツ同士のね合わせた後、合わせ目っていうのがねちょっとね気になるポイントが少ないですけどね、本当に少ないけど数箇所ありましたので合わせ目消しします。使うのはこちら、タミヤセメント流し込みタイプ使っていきたいと思います。それではね合わせ目の部分にしっかりとねこのセメントをね流し込んでいきます。接着剤しっかり流し込んで、そしてギュッとねパーツ同士を押さえつけてムニュッとねします。ムニュッとこれ大事なんですよ。流し込んだ接着剤が外にねピャッと飛び出てくるぐらいねムニュッとしてあげましょう。はい、いい感じですよ。でここからはね接着剤をねしっかりと乾かしたいなと思います。接着剤がしっかり乾ききるまでは次の工程にはいけません。はい、それではちょっと休憩。はい、ということでね今ね合わせ目に流し込み接着剤流し込んで、でねピターっとねムニューっとねパーツ同士をギュッと合わせて、でその接着剤が完全に乾くのを待っているところです。でね他の作業をしながら待っているんですけど疲れたんでちょっと糖分補給しようかなと思いまして、おやつタイムです。じゃじゃん、ヤングドーナツ食べたいと思います。これ美味しいよね、子供の時よう食べたわ。これ駄菓子の定番ですよねこのヤングドーナツ。安くてうまいしドーナツ食べた気になれるっていうね。あ、いい匂い、美味しそう、美味しそう、いいね。ヤングドーナツだよねおやつといえば。はい、それではいただきます。うん、めちゃうまだわ。っていうかさ、今ねこれからね合わせ目を消すためにまあヤスリかけていくんですけどね、接着剤いっぱいつけたところに。合わせ目消しの途中のこの接着剤乾かす工程って結構やっぱりねしっかり時間置いた方がいいなって私ね思ったんですよ。前にね接着剤流し込んで1時間だけ待ってから、1時間も待ったらもう十分接着剤乾いただろうと思ってヤスったんですよ。その上からゴシゴシってヤスったら合わせ目さ全然消えなくて、どうしようって思ったんですよ。で、他のパーツは接着剤流し込んだ後に、丸一日置いてみたんです。そしたらさ、もう一瞬でめっちゃ綺麗になって、おー、すげー、こんなにさっと綺麗になったって感動したんですね。そんなことがあってから私はね、半日から一日は必ず置くようにしてます。うん。で、今回はね、一応半日置こうかなと思ってますので、こうやってのんびりしてます。まあ、他の作業もね、今一緒にしてるんですけどね。おいしい。はい、それではね、ここからはね、接着剤でギュッとね、ムニュッとした合わせ目をヤスリでしっかりとヤスっていきたいと思います。ここでね、もう完全に綺麗に合わせ目を消してしまいますわよ。この作業私ね、結構好きなんですよ。しっかりと合わせ目が消えた時の爽快感、達成感、素晴らしいです。もう、
やってよかった、頑張ってよかった、そんな気持ちです。綺麗に消えましたね。あ、でここでねちょっとねアイテムが出ます。あるアイテム、ホーリーというアイテムが出ました。これでね、これ筋彫りをね気軽にできるよっていうアイテムなんですけど、あの元々あるねディテールをねより深くねあの掘っていくことも可能なので、私は、元々あるラインをねあのしっかりと掘っていってまーす。あのね、やすったのでねちょっとね溝が浅くなっちゃってるなと思ったので、はい、それではねさっき組み分けしていったパーツたちをねそれぞれクリップに挟んでいきたいと思います。もうねこれ挟み終わったら次はいよいよ塗装でございます。ドキドキワクワクの塗装、もう色がね一応ね頭の中でしっかり決まってると思うので、もしかすると変更なんかあるかもしれないけど、楽しんでいきたいと思います。はい、頭とかでいろいろねガシガシとクリップに挟んでいっております。たまにさクリップにさパーツがついてないってことがあるの。パーツ消えたぞっていう時、あの時涙目になりますよ。うん、はい、ということでねパーツすべてクリップに挟みましたよ。ここからは塗装をしていきたいと思います。それではねこの塗装ブースにね頑張っていただきましょう。まずはねメインの色味となる黒色をね塗っていきたいと思います。失敗しないように頑張りましょう。綺麗に塗りましょう。ではねこの黒色はねシタデルの缶スプレー使っていきたいと思います。エアブラシではなくて今回は缶スプレーでね大体の色味をね塗っていこうと思ってます。サカサカーとこんな感じでシャシャシャーと早送りでよろしくお願いします。はい、次も缶スプレーですね。リードベルチャーというねメタリックカラーですね。銀色塗っていってます。シュッシュと。はい、やっぱ缶スプレー使いやすいね。いいですね、楽ですね。洗わなくていい分ちょっと楽だなと私は思ってしまいます。ズボラなもんで私とってもねお片付けとかお掃除苦手なので缶スプレー楽だなって次はね赤色です。かなり古い缶ですね、使い古しすぎですよね。はい、赤色もねシュッシュとファッファと全体にね塗っていきたいと思います。綺麗な赤色ですね。とってもいい色味だと思いましたね。こうやって塗るとね、久々にこの赤使いました。だいぶ放置しちゃってた。はい、次はね、ガイアノッツさんのね、塗料を使っていきたいと思います。メタリックのブルーですね。この色めっちゃ綺麗なの。過去にね、まだ1回ぐらいしか使ったことがないんですけど、もうその1回目使った時に、もう色の綺麗さに驚きました。そんなブルーメタリック使っていきます。もう綺麗だよね。もう本当にこの瓶に入ってる時からもう、ああ、もうこういう色か、もうすごいなって思いますよね。はい、塗っていきます。はい、パーツ全部にね、色をね、塗ることができました。うまく塗れたのではないかと思います。厚拭きとかなってる場所あるんじゃないかなとちょっとね、不安な箇所もあるのですが、なんとかね、いけたんじゃないかな。この後はね、パパパッとね、組み上げていきたいと思います。もう一度組み立てです。じゃじゃん、こんな感じ。パーツ全部合わせてもう一度ね、エアリアルさん組み立てました。ここからはね、この組み上げた状態で筆塗りをしていきたいと思います。かなりね、塗り残しがあるなと感じているので、ちょっとね、筆塗り工程多めで今回は行きます。頑張ります。ということでね、筆塗り作業していってます。この作業では、エアブラシでね、色が行き届かなかった場所とか、塗り残した場所っていうのを筆でね、塗り直したりとか、細かなね、色分けをしていってます。細かな色分けね、することでね、完成度がもう全然変わってきますので、この筆塗り作業、とっても大切なんです。はい、いい感じで塗っていってますね。このね、ブルーメタリックの上もね、全然筆塗りしちゃってますね。で、使っている塗料は、私がいつも使っている塗料です。シタデルから使っております。落下系の塗料の上にもね、色が全然乗るので、楽しんで塗ってますよ。うん、いい感じになってきた。はい、次はこちら。じゃじゃーん、デカール貼っていきたいと思います。このデカール貼る作業もね、ガンダムを仕上げる上でとっても大事なポイントだなと思ってます。だってさ、デカール貼ったらさ、めっちゃかっこよくなるよね。とりあえず貼っとけっていう、もう私ね、途中からそんな考えです。デカールはとりあえず貼っとけみたいな、かっこよくなるから間違いねえからっていうね、
はい、慎重に貼っていきましょうね。デカールね、割と破れたりするので気をつけてね、貼っていってます。慎重にね、やりましょう。雑にならないように。私ね、こういう作業結構ね雑なので、自分で分かっているのでかなり気をつけて貼っていってます。あ、でもやっぱかっこいいですね。ちょっとねデカール貼るだけでもうかっこいい。あー、もういい、いい、デカール好きだわ。デカールいいわ、最高だわね。もう大体ね、全体的にデカールがもう貼り終わって、あ、貼り終わりましたね。こんな感じですよ、皆さん。いかがでしょうか？かっこよくなったと思いません？すごい情報量増えましたね。あ、それでは完成？はい、ということで HG のガンダムエアリアル完成しました。とてもねかっこよく出来上がったのではないかと自分でね思っております。でね、このねエアリアル、組み立てとかしながらさ、どんな色にしようかっていうのをね考えていってたんですけども、結構ね私ね、動画の中だとサクサクね工程進んでたと思うけど、その間でね結構悩みました。で、作業の合間に水星の魔女のアニメをね見たりしたんですよ。水星の魔女に実際に登場している、動いているエアリアルを見ると、なんかすごいね透明感みたいなのを私は感じました。そしてとにかく綺麗だったりとか、ちょっと幻想的だったりとかね、今までのモビルスーツとはまた違った魅力がすごくあるなぁと思ったんですよ。で、エアリアルの透明感っていうのと真逆の色行ってみたいなって私ね逆に思ったんですね。だから今回はこういう黒、もう黒って感じのね色にしてみました。黒で、で間に赤がね主張することで、何とも言えない力強さをね感じられるのではないかと思って、こういう色合いにしてみました。でね、ポイントでね青を入れたんですよね。腰の部分とかね、ほらこことかも青が入ってるでしょ。このね青色をね、ただの青にするのではなくて、メタリック、本当にツヤっとした青をね入れることでね、すごくいい感じにねポイントとなってくれてるのではないかなと思います。でさ、私ねイメージがしっかりと浮かんでたんだけども、実際にね塗り上げてみるとさ、ヘアブラシとか缶スプレーでの塗装が終わった段階では、なんかねちょっと失敗しちゃったみたいな、そんな気持ちになったの。てか私これ毎回なるんだけど、全体のね色分け塗装が終わった後って絶対私一回ね、あ、失敗したって思うんですよ、いつも。で、今回もそう思いました。あ、やっぱり清潔感というか透明感は保つべきだったのではないかと私ちょっと後悔したんですよ、一瞬。でもその後ね、いや、これはいつものパターンだ、なんでか私はこのエアブラシや缶スプレーでの塗装が終わった後にいつも後悔するんだっていう風に思って、思い切って筆塗りデカール貼りを終わらせてみたら、あ、これだってしっくりきました。よかったー。もうこれねあるあるなんですよ、私は。皆さんどうですか？塗ってる途中にさ、やべえ失敗した、配色これミスったって思う時ありません？私はねよく思うんだけど、もう毎回思うんだけど、ちょっと今回はね頑張って乗り越えてみました、その気持ちを。
で、結果ね、こんなかっこいいのできちゃいました。自分で本当に気に入ってるんですよ。めっちゃいいよね。で、実はね、今回何気に初めて初挑戦していることがあるんです。それがですね、わかりますかね、この足のこの部分とか、あの肩の この辺とかにさ、オレンジ色のデカールが貼られているんですね。私さ、オレンジの色のデカール使ったん初めてだったんですよ。うん、何気に。いろんな色のね、デカール私持ってるんだけど、オレンジ使ったことねえなと思って今回思い切って使ってみました。使ったらさ、めっちゃしっくりきたの。てかこのオレンジのデカール貼らなかったらちょっと寂しかったなぐらいのね、色合いだったなと思って、あ、よかったーっていう、オレンジ貼ってみてよかったーっていう、そんな気持ちです。はい。まあ、ということでね、自分でとっても満足のいく出来に仕上がって、とってもね、私は嬉しいです。あ、そうそう。これさ、ここのパーツ、これなんか特殊加工みたいなされてる、もともとね、柄の入っている、このパーツはね、そのままね、もう何も触らずに、貼っ付けたままなんですよ。でもこれめっちゃやっぱいいなと思って、かっけーなーと思いました。残してよかった、これ。正解だったな。すごいな。はい。ということでね、今回の動画はこの辺で終わりにさせていただこうと思います。ぜひね、何か感想とかね、リクエストとかありましたら、コメント欄に書き込んでいただけると嬉しいなと思います。いつもね、読ませていただいてます。本当にありがとうございます。それでは皆さん、高評価&チャンネル登録、そしてコメントいただけると嬉しいなと思います。では、今回はこの辺で。じゃあね、またねー。